はい、これが今回の練習問題です。この後すぐに解説を始めます。一時停止して解いてみましょう。一度問題文を読みます。 Thanks to Earnest Corporation's generously large Kuran, the fundraiser was a huge success. それでは解説をしていきます。まずは選択肢を見てみましょう。 Donated, Donates, Donation, Donate。 選択肢には動詞 Donate の変化形と名詞 Donation がありますね。複数の品詞が選択肢に並んでいるので、これは品詞問題です。品詞問題の場合はまずは空欄前後を見てみましょう。今回この辺ですかね。ポイントはこのアポストロフィー S ですね。これは何々のっていう言い方なので、このアーネストコーポレーションのという意味になります。ということは後ろに名詞があるはずです。アーネストコーポレーションという会社の generously large、 アーネスト社の generously に大きな〇〇っていう意味になりますから、これは空欄には名詞が入りますね。選択肢に名詞は C の donation しかないので、これが正解になります。今回の問題は超品質の瞬殺パターンです。このタイプの瞬殺パターンについて詳しくはこの過去動画をぜひね見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。では本文の意味とボキャブラリーを確認します。 Thanks to Earnest Corporation's generously large donation、 アーネスト社の寛大にも大きな寄付のおかげで、 The fundraiser was a huge success、 資金調達イベントは大成功だった。ボキャブラリーです。 Thanks to、 何々のおかげで、 generously、 気前よく、 donation、 寄付。今回の問題ではこの donation が名詞だっていうこともポイントでしたね。この shun っていうのは名詞によくつく語尾です。語尾が shun の名詞の例を見てみると、 addition、 追加、 information、 情報、 location、 立地、場所、 position、 職、地位、 reservation、 予約などがありますね。 shun って見たら名詞だなってすぐにね思いつくといいですね。次いきます。 fundraiser、 資金調達イベント、 huge、 大きい、 thanks to、 generously、 donation、 fundraiser、 hugeThanks to Earnest Corporation's generously large donation, the fundraiser was a huge success. アーネスト社の寛大にも大きな寄付のおかげで資金調達イベントは大成功だった、みたいな感じの意味ですね。というところで今回の動画は以上です。よければいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ引き続き英語の学習を頑張っていきましょう。